皆さんおはようございますこんにちはこんばんはエオリアというものですはいというわけでですね今回は、えー、勝手にですまた映画バックトゥーザフューチャーからデロリアンを作らせていただきましたデロリアンタイムマシンですねはいえー、っとおそらく世界で、まあ、一番有名なタイムマシンと言っても過言ではないかと思いますがまあそうですね日本だったらまあドラえもんのタイムマシンとかもありますけどはいとりあえず、はい で、例によって、まあ、まだ2回目ですけど、以前はね、トランスフォーマー、ダークサイドムーンよりバンブルビーを勝手に作ってみたということで動画を上げさせていただいたんですけれども、あれもね、なかなか高評価をね、得られなかったもので、<laughs> えー、今回、ね、のでっていうのもなんか因果関係はないんですけども、今回はね、バックトゥーザフューチャーよりデロリアンを作らせていただきました。というわけで早速紹介していきたいと思うんですが、まあ、この映画もまたファンの方が、 多くてまあ僕もその一人のつもりなんですけどもねえこうちょっと冒涜だって思,思われる方がもしいられるとあれなんでねここでちょっとそういうの苦手かなって方はぜひここで戻るをしていただけると幸いですそれでも見てくださるっていうねえ優しいあなたはいや別に戻,戻った方が優しくないわけじゃないんですけどもはいえー、っとまあ見てやってくださいお願いします というわけで、えー、作ってみましたデロリアンタイムマシンですえっ、ー、と特にそうですねここを頑張ったよなんてところはあそうですねまず全体見ます後ろからか ですねあと上からも見てみますかはいというわけで細かいところをちょっとねこう紹介させていただきたいんですけどもまあまず前,前から見た時一番最初にやっぱ目につくとうことを言えばやっぱこのデロリアン・モータス・カンパニーマークなんですけどもこれもねちょっとこう 頑張って書きました。こう白の部分を残して周りを黒く塗って文字を浮かすっていう風に書いたんですけど、まあ、まああんま浮き出た感じにはな,なってないかもしれないですけど、浮き出て見えますね、実際に見ると。上から貼ってあるので <laughs>。で、えー、っと、できればこの横のこの紐、なんかでん電気の線は、紐かなんかをこう貼りたかったんですけども、めんどくさかったので <laughs>、書きました直接。はい、そして内装なんですが、 一応、この辺はこだわりました。えー、このメーターだったりとか、えー、このね、目覚まし時計、あの、マーティーが1955年から1985年に帰る時のあの、落雷の夜に使った時計ですね。一応、時間はその時刻に、10時過ぎ、何分でしたっけ <laughs> ?14 時何分か、その辺の時間に設定してあります。と、まあ、タ,タイムサーキット類の、まあ、えっ、ー、と、そうですね、キーパッドだったり、 時間表示してるやつだったり、あと横のプルトニウムのメーターとかその辺も一応ね、作ってあります。そして、まあ、タイムサーキットのスイッチであるこのレバー、これあれですね、あの、ギアをチェンジするたびにいちいち当たってタイム回路が電源入っちゃって、それで誤作動を起こして飛ばされるなんていうことがたびたびありましたけども、なんでここにつけちゃったのかな <laughs>。はい、えー、後ろの方はですね、一応次元転移装置を、ね、この装置の このデロリアンタイムマシーンのやっぱり要とも言える装置ですけどもこれがないとね時間を移動できませんから作りましたがまあなかなかね大きさはこれ、えー、次元定装置の大きさはだいたい2 3 c m 2 5ンチぐらいなんでなかなか小さくて作業も大変だったんですけどもまあいいでしょう <laughs> これぐらいであと後ろにあったなんかよくわからない下から緑黄色赤のメーターですねこ多分この緑黄色赤の今は気づいたんですけど この電飾表示は、パート3の後半で、あの、記者で、85年に帰るときに使った、あの、なんか、円形のメーターというか、あの、回る時計みたいなやつ、あれも確か緑黄色赤で、あの、燃やしてた燃料も確か緑黄色赤でしたね。まあ、大体この色の順番で何か、そういう意味があるのはよく、ね、交通信号とかでもある組み合わせなんで、 わかるんですけども、何かそういう関係があるのかもしれませんね。はい、あと後ろ、これはパート1のものなんで、まあ一応ナンバープレートをパート1の、ちょっと映りにくいんですけど、一応アウトアタイムと書いてあります。上にカリフォルニアって書いてありますね。パート2ではバーコードのナンバープレートだったんで、もう引き逃げとかあった時のこと考えてないんじゃないかなっていう。何番とか覚えてたらこうね、後で警察の方に、 言ってどうこうみたいなことができると思うんですけどあのバーコードはどうしようもないんじゃないかなとで上もプルトニウムを入れる原子炉みたいにこのついてありますねえー、パート2以降はミスターフュージョンということでゴミだったり何だったりからこう我々は結局どういう仕組みなんですかねなんかゴミを核分裂融合させるって話も聞きましたけどそれじゃプルトニウムと同じくらい危険なんじゃないのかって思ったんですけどまあそれはあんま考えない方がいいかもしれませんね でこの辺のごちゃごちゃをもっと再現したかったんですけども、一応横のこの赤いコンデンサみたいななんかよくわからない3つの筒があるのをこう、張りぼてで、あとこっち側にあったらよくわからないあのみ、緑の棒もね、再現したつもりです。はい。また今度機械があったらこの辺のごちゃごちゃってしたものをね、作ろうと思ってるんですけど。えっ、ー、と、このライトのオレンジだったり赤だったり白だったりっていうのは折り紙ですね。はい、全体の材料は、まあいわゆる厚紙と言われる紙ですね。 それで厚紙の周りにこういうコーティング、ちょっとしたコーティングっていうかこうフレームパーツだったりとかこう、もっとベタッとした色の、色の塗ってある紙だったり、折り紙だったりを使用しました。はい。というわけで、映画バックトゥーザフューチャーより、デロリアンを勝手に作ってみました。どうもすみませんでした。そして、ご視聴ありがとうございました。というわけで、また、えー、どこかでお会いしましょう。あ、リクエストなどあったらコメントください。 ないか <laughs> はいそれではまた皆さんお会いしましょうエオリアでしたさよならじゃーんじゃーハハッ